ございます。お願いします。20分ぐらいします。今日のお昼はですね、カップラーメンでございます。生誕ティー。めっちゃ眠い。昨日全く眠れなくて。今日暑いらしいな。嫌やな。暑いのは嫌いやねんな。さっき起きました。あ、クマありがとう。さっき30分ほど前に起きて、目ん玉がクソほど腫れてまして、そうマスクしよっかなと思ってやめといてんけど、こう保冷剤をさ、ティッシュにこうずっと当てて動画見てたら、よし、あったかな。埼玉30度ある。えぐ、夏やん。嫌やな、そんな。眼帯待ってくるかもしれへん。こっちはね、前閲覧注意やったの。そう、生誕ティーね、昨日な、結構夜中まで考えて。そうです、今日はすっぴんです。もうめんどくさいんでめんどくさいので。今日とな、朝起きた時はちょっと寒かった。そう、ユリア様カップラーメン大好き。今日でも暑いんかな、外出てへんから分からへん。そうそう、そうなんですね。そう、昨日ね、夜中かな、夜中に生誕っていうのをデザインを送らないといけないってことに忘れてて、よっべーと思って、そうそう一人で考えてたら、お兄ちゃんがたまたま起きてて、色とか相談してたな。あの人寝たけど。そう、あの人寝たけど。え、今日28度もあんの。えげつー。決まりました。頑張って何回も書いてんけど、去年失敗したんですよ、生誕ティー。3色使えると2色だけなんて知らんくて、なんか知らんくてな、このハートの中がなんだっけ、白やったかな、まあ、なんかめっちゃ考えてんけど、2色になったから、なんかめっちゃ、そうめっちゃなんかなんか5分で考えたみたいなデザインになっちゃってんけど、しかもこれ下が綺麗な適当に書いてんか、であの上の人が綺麗にこうやってくれるんかなと思ってたんよ。そしたらまさかのこんななんか変な形になっちゃったから、昨日は前は頑張った。そうそうそう、知らんくて、そうそう。でもイリアさ、ネットとかで書けへんくて、みんなみたいにレナちゃんとかすっごいやん、なんか生誕ティーすごくて、イリアも頑張ろうと思ってな、 iPhone に入れたんよ。そしたらもう汚すぎてやめた。頑張って写真で送って、そうそう送ったわ、夜中のマネージャーさんもびっくりするよな。な、何時ぐらいに送ったよ、3時ぐらい。そうそうそう、だからゆりあちゃんなりには頑張ったんですよ。もうバーバンチまで行って、いとこたむのママにお連れ出してやってんけど、でもね、一回 NNB 生誕って言って調べへんと被るんよ。被るからもうえぐ被ったらね、元も子もないので。ゆりあさんも CM 指定してほしい。いいなぁ。ユリアも麻雀結構やってるんよ。麻雀ね、し、なんか何だっけ、1位と、そんな、なんかそんなイベントをそんな参加したことないねんけど、そう、めっちゃね、ママとね一緒にやってます。この前な、ユリアちゃん推しの人と遭遇した。
でママが、めっちゃ手フリーやーとか言って言ってましたね。ママ麻雀うまいで、だからゆりちゃんそれ違うってみたいな。まあまあいいけどな、そんなやってるので。私はね CM はまああれっす、うん、まだまだいいかな。そうっすね、用意してる。マジお腹すいた。あー、ジッパー変態マリリンさんの仕業や。こんなコメントが来るのは。マリリンさん何言ってんの何言ってんすか。そうそう、昨日ね、なんかね、朝ではない、昼起きて、あのなんかこう来て、なんかね調べて自分エゴさしたろうと思って、朝起きていつもエゴさしてんねんけど、でなんか誰かやったかな、マリリンさんがこんなこと言ってましたみたいなやつ見て、え、何言ってんすかみたいなえ、何言ってんすかってなって、でそうそう、何言ってんすかってなって、ちょうどお腹鳴ったそれで YouTube 配信アーカイブ残ってるから見てと思ってあー、こんなメンバーなんか入れられた、嬉しかったです。絶対さネタにしてるで、マリリンさん分かってんね。そうそう、でもね、いつもマリリンさんいつも顔面見て、かわいいかわいいって言ってくれます。そんなことないのに。そうそう、まさか未来さん、あ、未来さんナイスボディですもんね、いつも見せびらかしてきはる、かわいい。そうですね、マリリンさんは、まあ、マリリンさんね、そう、マリリンさんめっちゃ仲良し。ねんな、そう、あんまり触れたくはなかったんですけど、結構コメントが来てるので。ももかちゃん、ももかちゃん、え、意外やった、めっちゃももかちゃんがね。そうです、あんまり話したくはなかったんけど、そう、悲しい気分になっちゃうからね。そうやねんな、まさか、え、ロッキーめっちゃ続けそうやな子いっぱいやから、ロッキーはなんやろうなと思ってて、けど、そう、びっくりした、うん、そうそう、だからね、うん、まあ仲いい子には言ってるよみんな。まあまあまあ、みんな受験とかもあるしな。あ、俺もやあ、俺もや俺もでしたって感じやねんけど、あーな、ももかちゃん、うん、いつもね、あ、俺もだって感じやねんけどせーねんな、ももかちゃんはね、いつもな、優しくしてくれたり、そう、相部屋の時に一回なったことあんねんけど、お腹めっちゃなんねんけど、バカお腹すいた。な、アイビアの時にスピーチ一緒に考えてもらったりとか。そうそう、だからね、頑張ろう。まだまだな、予定決まってないから、今のね間にいっぱい、なんていうんやろ、
何やったっけ何やったっけな、もう何やってたらいいんやろ、うん、今の間に読み取って、うん、時期は未定やしね、まだまだまだ今のうちに、せっかくな思い出を、そうそう、それを言いたかった、思い出を作りましょうって言いたかった、そう、思い出って言葉が出てこなかった。いつの間にね、お腹空いた、そう、全力で押せ、そう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 、よくできたね。あと2週間ぐらいで15歳の、ほんまにもうさ、しかもさ、電話の時で15になるのかな、15か、もうピチピチとか言ってられへんわうんな、せんな、もうピチピチとかさ、最年少ですとか言えへんもんな、やばいな。え、電話、え、どういうこと、電話延期なん、ちょっと、ま、あ、ちょっと私の目の腫れてる目が、いや、え、延期なん、いや、え、あ、発表が延期なんや、やだね嫌やな、それ散らされてんな、みんな、いけるわ、散らされてやんの、なんで当選しろん、なんでやろな、あれちゃう、もう手に負えないよ手に負えないよ、公演やってないけどプレゼント受け取れないの、届かないし家に、そうね、行かないといけない、あ、なんかよ、そうっすね。延期になるんかな。昨日メール来たと思ったら、つらいな。いやな、だ誕生日やのにな。プレゼントちょうだいよ届けてくれたらいいのにな、届けてよ、届けてよ、でさ、ユリアのさ家のさ近く、よもり駅に置いといてくれたら取りに行くからさ、ちょっとくれよくれよ、めっちゃ探してる、かわいい、まあな、何でいいよ、何違うのマジで最寄りか、よもりじゃないの、最寄り一緒言えへんねんけど、最寄り、もよもり、最寄り、最寄り、うるさい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 受験生なんで、それぐらいわかりますよ、嘘嘘嘘嘘嘘もう嘘嘘嘘嘘なんでミュージックステーションが出てくるの、見てるで、毎週予約してる、プレゼント欲しいしな、え、プレゼントないともう服ないねんけどそうそう、え、同い年、え、お、え、ちゅん、さん、同い年いる、やっぴー、ま
まあ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 、みんな欲しいと思うけど。保冷剤、イベント、そうやな。ワクチンいつできるんやろうな。ユリアが作ろうかなって感じやねんけど、今作れへんけど。まあまあ何でもいいよ。ユリアワクチン作ろうかって言ったら、もうたかるたかるたかる。まあまあ収まるまで待とうぜベイビーってことやな。しかもな、学校もいつ始まるよって言えば決まってるけど、なんか9月とか言われてるよな。びっくりした、この前ツイッター見て9月と思って、暇やんみたいな。そしたらさ、なんか体育とかな、こうやってステップ踏みましょうみたいな。そうそう、9月始業式、修業式じゃなくて何だっけ、忘れたけど、始まる式みたいな。でもさ、9月まで暇ってまあまあ辛いで、切り替えて受験勉強頑張る。もしお前そこに課題が溜まっちゃう、ほんまにやりたくない、ほんまにやりたくない、ほんまにやりたくない。そうあんねんけど、もういいし、そうあってんねんけど。え、そうそうそう、小1小6中3だけな、ほんまなんで。そうしたらみんなでやろうよ。まあなあ、せやなあ、ほんまにやばい。せやね、宿題もね、習い事からも出てて、何で自分で宿題をやるんだよって話やねんけど、ねえ。そうそう、今度先生が家来て、なんかこうプリントっていうか、もっとそう、また宿題追加されんねんけど終わってないっちゅう。喧嘩してる先生じゃないよ。今日も可愛いな、ありがとう、好き好き好きピー好きピー。なんか手本も大変そうやな。何の宿題が一番残ってる？数学だな、マジでいじめやろうと思ってんねんけどさ、数学な、なんか45ページあんねん。みんななんか1枚のプリントとかやねんけど、えへんみたいな。これは2ページずつやってったら、ちゃうわ、45ページか46ページやねんけど、なんかこれはなんか1日にページやったら学校始まるまでには終わりますみたいな。1日にページもやるかみたいな。すいません先生、終わるか。もう先生はそんなみんなをいじめたいわけじゃないねとか言って、バンバンプリント配ってきてたしな、この前。あ、数学の先生のモノマネです、今の。なんでこんなに嫌なのか、うん、はみたいな。そうそう、でもな、その先生新しく来た先生やねん。だからちょっと優しくしといてあげようと思って、印象良くするために、全然大丈夫、頑張るわって言っといた。全然思ってへんのに。
でもプリント作るの大変そうやけどな。一回作ってみたい。でも学校の先生になろうかなとか思って5秒で諦めんねん。てバカ腫れてんねんけど。よし、じゃあ読んでいきます。13位たっくん、12位あさこ、11位ピロト、10位レイド、9位クレパスユージャム、8位 FF、 7位スエピー、6位トムちゃん、5位かまやんちゃん、4位エイジ、3位はちよちゃん、2位はかりんちゃん、1位はともさんでした。おめでとうございます。私はあ、そう、ちょっと待って、これだけ話させて。昨日カップラーメンで茶碗蒸し食べたけど美味しかったよ。あ、以上です。昨日作ったら美味しかったです。ありがとう。めっちゃ美味しいでえ、めっちゃ美味しいでんけど、あのな、カップラーメン全部食べるやん。もうなん、ツイッターで見つけてんけど、食べてでさ、おし汁スープが残るやんでな、パカって卵入れるやん。パカって、これ簡単やから、パカって入れてぐる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 って混ぜんねん。スープの中でウォーって混ぜんねんな。白身もちゃんとなんかやった方が美味しいと思う。バーってやってラップしてレンジ行って500ワットで3分。やったら茶碗蒸しなんねんってバカ受けてんけど昨日。美味しいね。なんかそのラーメンごとにさ味が違う。使ったことある？めっちゃうまくできてん。ゆりや、ゆりもシーフードでやった。危ないんかな。でもね、生きるんですよ。卵固まった。でもちゃんと、ゆり洗い物嫌いやから、出す、だ、なんか溜まっていくあれを見るのが嫌いやからね。やってんけど、せやねん、体には悪いよなっていう。いいねいいね、今の時期は辛ラーメン。そう、辛ラーメンカップは持ってないねん。ワークス会のね、あれでいつも盗んでたっていう思い出。そう、みんな見てないとげ。何だっけ、さっきの読みたいコメントがあった。あ、ゆりやちゃんの学校の先生の中で一番面白い先生は誰ですか？いやいやいや、辛ラーメンあるんよ、そのケータリングのところに。あの握手会の時は食べてへんよ。なんかやっぱ後輩やから、そんなお湯とか使ったらあかんしっていう、なんかあんねんけど。カップラーメン、そう、持って帰ってたけど、あ、そう、面白い先生、面白い先生はあのね、いつもなんか日焼けしてて、そう、体育の先生やからなんかあって日焼けしてるよな、めっちゃあってなめっちゃ日焼けしてて、ちょっとな、ぽっちゃりしてる先生がいてな、そう、みんなで焼きおにぎりって呼んでたの。先生も焼きおにぎり、もうやめろーとか言ってんねんけど、まあ、自分でそのあだ名をな、作ったはってんけど、焼きおにぎりって自分で呼んだはんねんな。でそれをみんなが呼んでんねん。でな、その先生ウェーとか言ってんねんけど、ちょっとぽっちゃりしたはんねんな。まあ、やらぽっちゃりしてる方が好きやってんけど、ぽっちゃりしてて、なんかマスコットキャラクターみたいな感じやって、もうふなっしーと同レベみたいなふなっしーと同レベで、でね、このや春休みあって、なんかなんやろなで休みで次なんか集まらなあかんって、席替えとかで、席替えちゃうわ、席替えじゃないわ、なんだっけ、クラス替えでないかなあかんくて、パッて見たらバカ痩せてたっていうめっ
ちゃあれで、もしかしてダイエット頑張ったんかなと思ってっていうあれです。痩せるやんと思って、何キロ落としたんっつったら結構落とした、そんなみたいな、そんなみたいなびっくりしたこの前。彼女ができたんかな、おめでとう。そういう、そう、握手会のあれな、なんかわかる、最初さ、えこれやっていいんかなみたいな最初不安になるんよ。ケータリング取っていいんかなとか、えこのあるなんかこのチョコ取っていいの、いいのいいのみたいな。で誰かがやり始めたらよっしゃみたいな。最初な、後輩ってそういうもんやねんって、やってこれやっていいのみたいなことあるやん。それをそう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 、気を使うっていうかさ、あ後輩やし、わかる、そういうことで誰もなんか誰もな、お湯には誰も手出してなくてカップラーメンとかに持って帰ってるけど、握手会場では食べてなくてかなっていうあれでございます。え、そう、職場のおやつとかどうしてんのみんな。やっぱ部長がと食べたら食べるみたいな。はい、というわけで今からご飯を食べてくるので、今までありがとうございました。間違う。はい、じゃあ私はちょっと今日ねツイッターをサボるので、ちょっと画面こんなんなんでね。はい、ちょっと今日はね、ちょっと本当に画面ちょっと目ん玉にねまたなんかできたので、今日はちょっとツイッターはお休みさせていただきます。まとめないでください、まとめないでください、本当にまとめないでください。もうエゴサした時すっごい出てくるんだもん、やめてって感じなのでお願いします。ありがとうございました。